よいしょまたこの子、事情重たくなったね。せーの。Hey guys! Welcome to Kimono Mom's Kitchen! I'm Moe and... Ditesu-chan! Today we are going to show you how to make grapefruit jelly. It's my favorite since I was a child and it's so easy to make and delicious and perfect for summer desert. Tamariki desu! So please try. Alright! Tamariki desu! Let's get started. いくよ。I'm ready. Are you ready? Are you ready? Yes! なんか白を買ったつもりなんだけど、多分赤っぽいな。なんかルビーって書いてあるね、これね。Clean the grapefruit well. ありがとう、洗ってくれて。ファンサービス。何それ。グレープフルーツ作ってるよ。今日はジュース作るの。ゼリー。ジュースを固めてゼリーにするんだよ。OK? あ、白だった。Cut off the top 2 centimeters of the grapefruit. あ、これもオレンジだった。あ、これはすごいオレンジだった。ねえ、いろんな色があるね。わかるよ。本当だね。赤。わー。よし、じゃあこれを舐めないで。全部一緒の色にしちゃっていいかな。いいよ。多分これぐらいの色になるけどいい。うん。いやでもちょっと2種類作ろうかやっぱり。うん。これぐらいの色がいい。本当？いいの？4つとも同じ色になっていい？いいよ。全部入れていい。じゃあ全部食卓に敷いちゃおう。皮をね、入れ物にするからナイフでこうやって取るんだよ。中身をね、置いといて置いといて。よし、その中に入れるよ。うわ、すっごいジューシー。中身を出します。スプーンとかでね。あ、おいしい。うん。ゆうちゃん、もうそれ最後ね。うん。もうあとできるまでつまみ食い禁止ね。ゼラチンの量測るからね。ゼリーが固まんなくなっちゃうから。見た。見た。あ、はい、洗って洗って。染みた、染みた。ちょっと染めるわ、これは。あ、よかった。あのさ、これ京都にさ、すごい美味しいこれのお店があってさ、ちっちゃい時からすごい好きなのよ。これにね、生クリームを乗せるとめっちゃ美味しいのよ。見た。うん、買い方。今度さ、京都帰るからさ、クリケット買いに行こっか。クリケットっていうお店のやつがね、すごい好きなのよ、ママ。ゆうちゃんも一緒に行きたい。行きたい？パパも好きなんだよ。舞妓さんの時にね、差し入れでよくもらったんだよね。赤ちゃんの時それ食べた？赤ちゃんの時、そうだね。ママが16とか17ぐらいの時かな。それをもらったら嬉しいんだよね、その差し入れがとっても。ごめん、洗って。飛んじゃった。ここだけだから。ごめんね、濡らしちゃって。いいよ。いいですよ。あー、手が冷たい。冷たくて気持ちいいでしょ。頑張れ、頑張れ、ママ頑張れ。ありがとう、ありがとう。えらいえらい。すっごいいっぱいになってきた。ね、できたね。そしてそこに置いちゃダメよ。ここに箸んだよ。あ、すいませんね。そして、このグレープフルーツを絞ります。しゅちゃんが絞る。そうだね、これできるね。優しくぎゅーって絞って。こうやって。そうそうそう、そうやってぎゅー。ジュースを下にポトッとして。かわいい。頑張れ、頑張れ。できてる、できてる。上手、上手。いい感じ。冷たいでしょ。気持ちいい。気持ちいい。あ、よかった。お、見て。うん、見て、こんな色になってきてる。そう、綺麗だよね。どんな感じ。シ
シャビ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 。あんまりギューって絞ったりジューサーでガーってやっちゃうと綿の苦みが出ちゃうので優しく絞るぐらい、まあ、子供の手で絞るぐらいがちょうどいいかも。手ちょうどいいね。手ちょうどいい。それで OK で。400しか取れなかったか。もうちょっと取れると思ってたな。お鍋に入れてこれを一春ぐらいまで温めます。 Warm the grapefruit juice to about 50 degrees Celsius. You can also use a microwave. Meanwhile, dissolve 20 grams of gelatin in 2 tablespoons of water. ここ、ね、熱いからね。グレープフルーツのジュース。おう、ちょっと温めたの。ここにお砂糖を足そう。ちょっとね、2 tablespoons of sugar. シュウちゃんが、あ、これね、熱いから待ってね。ママやっちゃっていい？ダメ。いつでもバイバイしてくれるんだ。で、はい、ここにお砂糖入れましたので、溶かしたゼラチンを入れます。こうなるんだ。うん、で、これもくるくるしてください。 Stir in gelatin dissolved in water.なんかもっといっぱいになるかと思ったけど、絞りが甘すぎたかな。2つしかできなかったね。2つちょっとしか満杯にならないぞ。ちょっと絞りが甘すぎたかもね。まあこれでいっか。あとこれだけあるから違うカップに入れようか。そうだね、それがいいよね。Refrigerate until jelly is completely set. お好みですが、私はこのグレープフルーツのゼリーに生クリームをたっぷりつけて食べるのが好きなので、生クリームをホイップしておきます。生クリーム、しゅーちゃんが。しゅーちゃん入る？オッケー。全部入れて、使っちゃおう。はい、全部入れたよ。ありがとう。ゼリーが冷えるまで多分3時間とかぐらい置いてきます。よいしょ。それをね、乗せるんだけど、よいしょ、ちょっとお待ちくださいね、お姉さん。ゼリーだよ、触らないでね、まだね。いいよ。これ固まってる？うん、固まってるよ。結構固まってたわ。ジュースじゃないの？そう、そう、ジュースじゃないよ。エイエイのお姉さん、いいですか？いいですよ。じゃあ、なんで泣いてるか知ってる？あなた眠たいから。そう、眠たいの、あなた。あなた眠たいからエイエイしてるんだよ。眠たくない。眠たいからエイエイしちゃうんだよ、わかる？眠たくない。スーちゃんが悪いんじゃないの、眠たいというのが悪いの、わかる？だから必要で、スーちゃんが悪い。スーちゃん悪いの？スーちゃんが悪くないの、眠たいから悪いの。スーちゃん悪い。スーちゃん悪くないってば。眠たいだけでしょ。眠たいから悪いの。スーちゃん悪くないってば。眠たいから悪いの。悪くないってば。わー。じゃあ盛り付けましょうか。はい。これパパね。うん。うーん。待ってね。触らないで。うおうおふかふか？うん、ふかふかだよ。わー。ふっふっふー。はい、乗せてください。はい。真ん中に。ありがとう、持ってくれて。美味しそう。美味しい。きっと美味しいよ。うん。美味しい。すごい美味しい。ママも食べてみて。ありがとう、ママも食べてみよう。ちょっと超美味しそうだね。美味しいから。美味しい？ママも食べて。うん。美味しそう。食べてみて。食べてみて。いいの？うん。
美味しい。すごい美味しいやん。ね。ママも、もう食べてみて。ありがとう。グレープフルーツ。グレープフルーツ酸っぱい。クリームと一緒に食べて。まだ酸っぱい。美味しいわ。これ結構さ、大きいけどペロッといけるね。美味しいね。美味しいね。ゼラチンの感じもちょうどよかったね。ね。夏だね。夏だね。夏だね。夏らしいね。夏だね。夏だね。まだ3年しか生きてないのにさ、なんか作ったものを食べて夏だねって。季節感じてくれるとママ嬉しいわ、すごく。じゃあもうちょっとこれ入れてあげようか。うん、もう一回。うん、これくらい、これ結構入ってる。結構入ってるよ。プレート、プレート。あ、すいません、バイバイ。なに、すいません。